アジアの子どもたちが描いた絵日記の展示会が札幌で開かれています。モンゴルの子どもが牛の乳搾りする姿や、タイの子どもが家族と一緒に仕事をする様子、6歳から12歳の子どもたちが描いた絵日記です。この絵日記展では、アジアの22の国と地域から選ばれたグランプリ作品110点と、札幌の一次選考を通過した5点が紹介されています。 豊かな色彩からその国や地域の文化を知ることができるほか、コロナ禍でも明るく暮らしてきた子どもたちの姿が感じられます。アジアの子どもたちの絵日記展は札幌市中央区の旧長山武四郎邸及び旧三菱工業寮で来月6日まで開かれています。